さあ本番レース3号艇木村光弘がピット離れ飛び出していった。スタート展示では3コース角に持ち込んだ3号艇木村ですが、本番レースはどうやら2コースからのレースということになりそうです。丸亀ブルーナイター秋正人杯争奪瀬戸の大魔神大賞、これより第10レース2つ目の準優勝戦です。1号艇重成和人、2号艇秋山博和、3号艇木村光弘、4号艇川原博明、5号艇石丸海斗、6号艇古田祐樹です。3号艇木村がコーピット離れ2コースに、しかしがっちりとインコースは1号艇重成和人であります。勝負どころはしっかりと逃さずものにして堂々の2位通過、あとは使命感を持って逃げ切るのみであります1号艇重成。そしてコーピット離れ3号艇木村光弘、プロペラ交換のアクシデントありましたが展示タイムもジャンプアップ、ここは怪我の巧妙となるんでありましょうか。そして本番レースは3コース回りとなりました。2号艇秋山博和でありますが、出足乗り足しっかりと仕上げてまいりまして、オール3連帯キープであります。そして角の4コース目いっぱい後方に引いて4号艇川原博明、このオール香川でその成長ぶりいかんなく見せつけています。そしてその度胸もセールスポイント、5号艇石丸海斗、勝負強さを見せた6号艇古田が6コース、3対3のスタイル第10レース2つ目の準優勝戦、1番3番2番ダッシュ4番5番6番スタートしました。インコース好スタート払った1号艇重成、角4コースからは4号艇川原です。1マークインから1号艇重成まくるか、2号艇がブロックする秋山、内をつく3号艇、5号艇が差し込んでいった。先頭は1号艇重成抜け出したが、2番手は混戦も5号艇石丸海斗が優勢、3号艇木村光弘も外から粘る、内からは2号艇秋山博一、6号艇古田も上がってくる。2番手激戦、第10レース準優勝戦スタート正常、先頭1号艇重成、2番手は握って回る5号艇石丸海斗、内くるっと6号艇2号艇相次いで旋回、接戦続くがわずかに5号艇石丸海斗が2番手をキープ、2艇審査2号艇秋山博一が3番手、目下のところ1番5番2番、内からは4号艇川原博明、外からは6号艇古田祐樹も粘っている。2周の1マーク2番ターシュル5号艇石丸の内側入ってくる、2号艇秋山博一も握ってかわす、リードを広げた5号艇石丸海斗。上位体系前に選手は1番5番、3番手は2号艇秋山博一に、6号艇古田祐樹が艇を並べた、3番手2号艇6号艇が並走、2周にマークへと移ります。3番手争い2号艇秋山が外を牽制して先手を取る、その内を狙う6号艇古田祐樹ですが、ここはやむなく外前、3番手リードを広げた2号艇秋山博一、1番5番2番最終周回に入っています。インコースからコンマ08のスタート、きっちりスタート決めての押し切り、危なげなく先頭は1号艇重成和人、そして2番手の大激戦抜け出したのは5号艇石丸海斗、3番手は2号艇秋山に、6号艇古田祐樹がもう一度迫ってくる、サッシャンドル届くかどうか、絞り込む2号艇秋山博一3番手を守るか、上位体系は1番5番2番、外に持ち出す6号艇古田、そして2号艇秋山も前後ろを戻してラストコーナー3番手争いどうか、2号艇秋山が先手を取ってくる、そのうち狙う6号艇古田ですが届かず、3番手は2号艇秋山博一、1番5番2番先頭1番重成ゴールイン、2着は5番石丸ゴールイン、3着2番秋山ゴールイン、6番古田ゴールイン、4番川原ゴールイン、ラストは3番木村ゴールインです。